はい、中1の英語ですね。はい、でね、次回まとめのテストではあるんですけれどもね、まあ一般動詞ということで、まあ前回、初めて入りまして、そしてまあ今日2回目ということなんだけれどもね、一般動詞という話に入ってきました。まあそしてそこまでをね、一応テスト範囲ということでね、出していきたいなというふうに思っております。まず今までは、まあ、前回と、ね、同じような話になってしまうかと思いますけれども、I am 何とかとか You are 何とかっていうことでね、私は何々ですとかあなたは何々ですっていう表現、まあ、こんなものを散々やってきたわけなんですよね。はい、まず I とか You、 あな私とかあなたとかっていう、はい、これ主語と言いますね。主語ね、私はあなたは、ね、これ主語と言いますね。はい、主語の後に am とか is とか areっていうのが続く文章ね。I だったら am、 You だったら a、 まあ実は実際 I と You しかまだやってないので、ちょっと is っていうのはまだ出てきてないところはあるんだけれどもね。はい、こういった am とか a っていうのを、はい、ひっくるめてね、これ be 動詞と言ったのね。はい、be 動詞、あの形は違うけど何々ですぐらいな感じで同じ意味なんですよね。そうだから実はね、もともとは同じ be という言葉なんです。はい、ですので、それがね、 I の時は am に、 You の時は are に形が変わったりなんていうようなところなんだけれどもね。はい、つまりはこういった be 動詞の文章ばかりやってきたんだということでした。ところが、はい、今日は、というか前回からね、一般動詞ということで、はい、am とか are とかっていう be 動詞じゃない、それ以外の動詞を使っていくという文章入ってきました。例えば、play とか、例えば、study とか。ね、はい、主語 I、You は同じなんですが、その後が I だからといって am じゃなくて、 You だからといって are じゃなくて、例えば play、 play っていうのは何かをするという意味がある。はい、study っていうのは何ってね、これ勉強するという意味がありますね。勉強する。はい、ですので、はい、どんな意味になるんかっていうと、 I play tennis で、 I play tennis で、はい、私は、はい、テニスをしますね、なんていう意味。 You study English で、あなたは、はい、英語、はい、勉強しますね、なんていう調子でね。はい、I play tennis, you study English のように、はい、こういった一般動詞を使っていくという文章、はい、こんなものをね、紹介してきたところでした。さあ、じゃあそしたら、今度はそのね、一般動詞を使った文章の否定文とか疑問文の作り方っていうのをまた確認していきましょう。じゃあ例えば、 I play tennis、 私はテニスをしますを否定文ね、何々ではありませんという、はい、否定文にしてみたい。じゃあどうしたらいいかなっていうことになりますと、はい、I は I で書くんだけど、動詞の前、動詞つまり今回一般動詞 play の前に、はい、play の前に do not、 または短縮形の don't という言葉を書いてあげて、あとは一緒です、 play tennis とね、続けてあげる。こうするだけで、はい、私はテニスをしませんね、否定文ね、何々しませんということなんね。だからこっちも一緒、 you の前、study の前ね、ここに don't、 do not を入れて you don't study English なんて言ってあげれば、あなたは英語を勉強しませんというふうになるんです。じゃあ否定文から今度は疑問文を作ってみよう、ね、どうやったら疑問文ができるかなっていうことでしたよね。はい、そうするとこれもね、なんてことはねえんです。最初に do っていうのを置いてください。こいつを疑問文にしてみます。 you study English をね、疑問文にしてみます。はい、 do というのを置いて、はい、残り一緒です、 you study English ねっていうことですね。疑問文ですので最後にクエスチョンマークがついてきますね。文頭だから D 大文字になりました、引っ込んだから Y 小文字になりました、まあそういった変化はありますが、 Do というのをポンと置いてあげて、残り全部書いてあげた、最後にクエスチョンマーク、はい、これで、ね、あなたは英語を勉強しますかね、あなたはね、今あなたは英語を勉強しますから、あなたは英語を、はい、英語をね、英語を勉強、はい、勉強、しますかね、っていうふうな疑問文が出来上がったということでした。はい、聞かれました、答えたいですね。はい、そうしますと、はい、しますよなんていうことであれば Yes で Come on、
あなたは聞かれてます、 I を使ってっていうのは今までの B 動詞と一緒ですね。ところが今回 Do で聞いた一般動詞の文章 Do を使って答えてあげてください。はい、そうですね、はい、しますよ。 Yes, I do。 いいえということであれば No で Comma、そして I、 やはり Do で聞いてる Do で答えますが No だから Not がついて No, I don't ということになりますね、ということでございました。まあ、ここまでがね、まあ、およそ前回と同じような話になるかと思いますが、ね、一般動詞の文章、そして否定文や疑問文の作り方ということでございました。はい、ではね、じゃあ実際に、まあ、穴埋め等々の問題やってみましょうということですね。で、ここからもね、テスト出そうかなと思ってるっていう、あれですよ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 、ね。はい、ですからね、まあ一応もう一回確認のために見ておこうかということでございました。はい、では行きましょう。はい、I like サッカー。まあまさにですからね、今一般動詞というのが入ってきました。ね、like なんていうのは好きなんていう意味だったわけなんだけれども、はい、I like サッカーね、like は好きね、一応確認しておくか、好きね。はい、ですから私はサッカーが好きですという意味。はい、これを否定文にしてくださいというんですね。否定文っていうのは好きではありませんにしたいわけだね。はい、ですから I とあって今の like サッカーね、はい、これは2個空いてます。っていうことはどうしましょうね、まあ、基本的にはっていうところじゃないけれどね、はい、do not というのを入れて否定文で作ったんでしたよね。はい、ですから I do not like サッカー、はい、これで私はサッカーが好きではありませんとなったわけですね。はい、同じ調子で You play the piano、ね、はい、play っていうのは、まあ、するということなんですが、今回、ピアノなんですよね。はい、ですから、まあ、ピアノなので、まあ、弾くなんていうのがいいと思うんですよね。さあ、そしてちょっとね、直接関係ないんだけれども、あの楽器を演奏するっていう時はこんな感じでプレイザ楽器名ということで、必ずこのねザっていうのを書く決まりがあります。はい、ですので、あの確かにテニスをするプレイテニスで、野球をするプレイベースボールでいいんだけど、楽器を演奏するっていう時はプレイザ楽器名、はい、だから今回プレイザピアノということで、ピアノを弾く演奏するという意味になってます。はい、これをじゃあ否定文にしましょうということですね。先ほどやりました Do not と入れればいい。はい、ただですよ、空欄が1個しかないんだわ。さあどうしましょうっていうことになるわけで、はい、まあ Do not、詰め込むかということではなくてですね、はい、先ほどもちょっと紹介しましたでしょうか。はい、Do not には Don't という短縮形があるんです。はい、ですからこの Don't というのを使ってあげて、 You don't play the piano、 あなたはピアノを弾きません、あなたはピアノを演奏しません。ね、そんなような意味で言ったんです。はい、You know Tom。ね、はい、Know っていうのは、はい、知っている。はい、知っているという意味。はい、ですから、あなたはTomを知っていますという意味のね、文章でした。はい、これを疑問文にしてください。疑問文どうするんでしたっけ？ね、まあ、ここでもね、なんとなくこの、Do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 、なんか使ったなっていうことなんですよね。はい、ですからそう、do から書き出してあげます。はい、あなたはということですから主語は you。 はい、ですから do you know Tom ね、いうことでございました。で、まあ答えはちょっとここにはないけれどね、 yes I do とか no I don't ということで、 do で聞いてる do を使って答えましょうというのがあったんです。さあ、そしてもう一個、これ結構ね、ミスと言いましょうかね、書けない人が多いんだけど、下線が答えの中心となる疑問文にしてください。下線、つまり an orange です。I want an orange。ね、want っていうのは欲しいという意味があります。ですから私はオレンジが欲しいですという文章です。で、疑問文っていうことだから、あ、さっきの、あ、do you でしょ、do you でしょっていうことになると、あら、do, do, do, クーラー、あれは、なんだ、do you, you の前、あ、なんだ、なんだろうなってことになっちゃってるわけね。はい、このね、下線部がという問題来たらですね、まあ、深くはあるんだけど、とりあえず今の段階ではね、ファット、何のファットから始まる疑問文を作ってください。はい、ですからこの下線部が来たらね、今の段階ではですよ、はい、ファットと始めてあげて、その後普通の疑問文のスタイル、つまり主語の前に do を置くということで、do you、ね。はい、what do you want ということで、あなたは何が欲しいんですかっていう質問を作って、ああ、オレンジが欲しいんですよっていう流れ、そんな疑問文を作ったということですね。普
通にただただ疑問文作りますと、答えとしてはね、はいとかいいえの答えになっちゃうんですよ。で、オレンジっていう答えが欲しい。だからそんな時、ファットから始まる文章を作ってあげて、何が欲しいの、オレンジ欲しいの、という風になっていくということでございました。はい、ということで、一般動詞ね、入ってきました。まあ、アルファベットやね、それから、I am you are の文章っていうのはね、まあ、先月から引き続き、それから中間テストの内容等々でもありました。そして、プラス、この一般動詞っていうのね、新しく入ってきましたので、そのテストではですね、一般動詞、まあ、20個、まあ、ね、以上紹介しまして、それを覚えてくださいっていうもの。はい、それから、今やってきた、このね、こいつですよね。はい、この中からもね、出していこうということになって、まあここを拾い上げたってことはまた一つね、何か臭いですなっていうことにもなりますけれどもね。はい、まあこんなところも確認しておいてくださいということでした。はい、ではこんなとこです。次回まとめのテスト頑張りましょう。